どうもカマスです。久々にボールの蹴り比べレビュー動画をやっていきたいと思います。今日比較するのが FIFA ワールドカップの公式球、こちらになります。来年2022年で、日韓ワールドカップから、20年経つということで、今回はこの2002年日韓ワールドカップから2018年のテレスターまでを比較していきたいと思います。まずこの日韓ワールドカップで使用されたフィーバーノーバですが、まあ、日本の方でも結構馴染みがあるボールじゃないかなと思います。個人的にはデザイン的に一番これが、まあ、好きっていうのはあるんですけど、 FIFA ワールドカップの公式球で最後になるこのヌイボー、表面の皮と皮を縫っているボールになります。そしてこちら2006年のドイツ大会で使用されたチームガイスト、この2002年から2006年の公式球で一番の変化といっていい、このサーマルボンディングというこの皮と皮を縫っているのではなく貼っているのがこの大会から採用されたものになります。次にこの2010年の南アフリカワールドカップで使用されたこのジャブラニ、こちらでも前大会同様サーマルボンディングが採用されて皮と皮を張っている形になります。でこちらの2006年から2010年の間で表面に滑り止めというか凹凸が採用されました。チームガイストはツルツルした表面だったのに対して、ジャブラニの模様に合わせた凹凸が使われているのが特徴的です。個人的にこのチームガイストとジャブラニは無回転になりやすい、無回転ですごい変化をするというイメージがあるので、これもちょっと蹴り比べできたらちょっといいかなと思います。次にこちらの2014年、ブラジル大会のブラズーカです。このジャブラニからまたさらにこの表面の凹凸が進化して、まあ、より滑りにくくなったのではないかなと思います。そしてこの2018年のロシアワールドカップで使用されたテルスター、表面の、まあ、凹凸的には同じものを使用されているのですが、毎大会ごとにやはりこのパネルの形状が変更されて、より壊れにくく剥がれにくくなっているんじゃないかなと思います。
取り切ってみて、個人的にはフバノーバが一番切りやすかったなっていう感じはするんですけど、やっぱりボールの進化はすごいなっていう風に感じました。